稲田です。ピンポン。はい、今回はですね、秋のボブのヘアセットを紹介していきたいと思います。私最近ちょっとだけ髪の毛を伸ばしていて、今ねちょっと肩にかからないくらいの長さなので、ぜひボブの方は参考にしてみてください。髪の巻き方だったりも紹介するので、ぜひ最後まで見てください。そしてですね、今回なんとポップティンとのコラボ企画となっております。今なんとですね、エリムスミー総監督プロジェクトというバトル企画が開催されておりまして、私ユナもですね参戦しているんですよね。実はそのバトルの勝者の方がエリムスミーマイナスイオン2ウェイスチームヘアアイロンのアンバサダーになれて、 CM の出演権ももらえるみたいなので、ぜひ動画最後まで見てください。はい、そして今回使うエリムスミーさんのこちらのアイロンは、テスコムさんから9月1日の新発売のねブランドとなっております。こちらのアイロンを使って今回はストレートと普通の巻き方と、まあボブでもできる簡単なヘアアレンジを紹介していこうかなと思います。それではレッツゴー。はい、では早速1パターン目からやっていきたいと思います。今回使うのがエリムスミーマイナスイオン2ウェイスチームヘアアイロン TW552A の 26mm ヘアアイロンです。名前に2ウェイって入ってると思うんですけど、こっちにカールで、こっちにストレートって、もうここで切り替えができるんですよ、こういう風に簡単に。なのでまずこっちのストレートを使ってストレートのアレンジをしていきたいと思います。つけまーす。はい、つけました。でここに温度が表示されるので165にします。よっしゃ、これで待ちます。はい、でこれね、私ね今メルティーピンクっていうカラーを使ってるんですけど、めっちゃ可愛くない？このカラー。あ、終わったよ。はい、もう165度になりました。早い。これね、前回の温度を記録してくれてるので、次回もなってくれるんですよ。急いでる朝とかにすごく便利だと思います。じゃあ早速ストレートしていくよー。これでストレートにまずしていきます。んで、スッ、わかる？このさ、めちゃめちゃさ、こうスッて滑らかに髪通りがいいの、皆さん分かりますか？すごいよ。しかもめっちゃさ、通した後さ、見て、こっちの髪の毛すごくない？分かるかな、これ画面で。めっちゃいい感じ。下にちょっとだけ内向きにします。後ろがねボブとかちょっと難しいけど、こっちもします。これスッていくのよ、スッて。髪の毛とかさ、傷んでたりするとさ、結構なんか止まっちゃったりするやつとかあるじゃん。これはそのスッていくんだよ、めちゃめちゃいい。もう後ろはやけどしないように、もう感覚か三面鏡とか、ゆなはお家の時はもう三面鏡もうパンパンってこう合わせてくって頑張ってるから、三面鏡はねマジで便利よ。いいんじゃない？サラサラになった。ほら、そらつやんって感じ。できました。まあこれはまあワンパターン目だから、まあ普通にストレートだよって感じなんですけど、ストレートってさ、乾かした後さ、まあ結構綺麗でも時間経つとバサバサってなっちゃったりするから、まあ、アイロン通すだけでめちゃめちゃ結構清楚になったりするので、まあこれはボブにしたての人とかでもすぐ内巻きとかはできると思います。なんかさ、髪切る時とかにさ、どうやってオーダーしたらいいですかとかっていうのがよくあるんですよ。まあ私がよく前やってたのは、まあなりたい人の画像とか見せて美容師さんにお任せした方がまあいいかなと思います。で私最近分け目を変えたんですけど、自分が好きな方が左なので、こっちをちょっとこうなるように分けてます。右の方がちょっと多いのかな。ポニーテールとかした時ってさ、ここがちょっとハゲてるように見えるじゃん。私はここだけいつもちょっと髪の毛を残してます。こうしたらちょっとあんまハゲがね目立たないと思うので、下ろしててもストレートとかする時でもこういう風にちょっと残してます。はい、ぜひ参考にしてください。じゃあワンパターン目終わったので、次こちらカチッでれーん、このカールの方を使って2パターン目やっていきたいと思います。ここにさ、こうあるじゃん、みんなわかる？これこれですね、スチーム機能って言って、レンってこう簡単にこうやって外れるんですけど、水を入れるとですねスチーム機能が使えるんですけど、これを使うとよりカールがね、まあ、つきやすかったりとか癖がつきにくいよっていう人とかは、このスチーム機能を使うとめちゃめちゃより綺麗なカールが作れると思います。ちょっと前にやってた巻き方を紹介します。まずは普通に下を全部外巻きにしていきます。よし、じゃあ下の中まず外ハネにできました。ここはまあ上手にできなくてもいいです。どうせねぶっちゃけあんま見えないので、これねボブの特権だから、マジで。
これやっていきます。で、こっからマジで大事だからもう一個分けときます。一番上はね、でもちょっとだけでいいです、残す。これは後でちょっとだけ巻きます。私最初の方は後ろとかカールタイプとかでできなかったから、ストレートアイロンで下全部一回外跳ねにしてみたいな。これとかってさ、こうボタン一つで切り替えられるから、カールで後ろとか怖いよっていう人とかは、その最初ストレートの方で最初外巻きに全部してとかでもいいと思う。ここからはちょっとウェーブみたいな感じにしていきます。内巻きと外巻きみたいな。で、ちょっとここからね違うんですけど、さっき1個目さ、ちょっと外跳ねしたじゃん。次ちょっと内巻きから、下をこう内巻きにします。これね、割とくるんとしてた方が後から可愛くなります。外、え、ね、ねえ、誰か助けて。あ、でもいけるか。こうなるじゃん。こうさ、さっきさ、こう外巻きになっててね、ここが外巻きになってて、で今こっち内巻きになってるから、こうなってるんですよ、上手に。なんかこう動きが出るっていうか、ちょっと可愛くなるんですね。だから、こっちをまた外巻きにします。するとさ、こう、こう、こうみたいな感じになって可愛いんですよ。したら、この残したやつあるじゃん。これまず、軽くね、外にしとく。全部一回軽く外にしといて、マジで軽く。で、こっちから順に外巻きます。これさ、なんかさ、伸びちゃうね、これ。これは後でね、でもね、こうやって調整できるので大丈夫です。そう、これをすぐほぐすと割と取れやすくなっちゃったりとかするので、こう巻いてすぐほぐさないように私はしてます。ちょっとね、下目くらいまで巻くのがいいと思う。で、全部巻けたらちょっとだけ置いといてほぐします。るん、これで OK です。左負けたので右も同じようにしていきます。はい、最後、私みたいにちょっとこれから負けたいよって人、ここでここにボリュームがちょっとあるとより大人っぽくなるので、この部分だけ取ります。髪の毛をこれくらいかな。このコテをここに挟んであげるんですよ。頭皮に近づきすぎるとやけどしちゃうので気をつけてください。で、するとよりさっきよりもちょっとボリュームが出ます。これ何回か繰り返してあげるとね、いいと思います。できました、私のこちらの巻き方。割とちょっと手間をかけるんですけど、大人っぽくなったりもするし、可愛い服とも合いやすいので、ぜひ真似してみてください。はい、そしたら最後、簡単なアレンジをしていきたいと思います。私のね、この長さはギリ結べるくらいの長さなので、前回のアレンジ動画とかでもピンが多かったりとかしたので、久しぶりに結んでいきたいと思います。簡単にまず普通にルーズに1本結んじゃいます。後ろら辺をもう適当に出していきます。したら後ろの方とかさ、まあ、ちょっとボブだと、ま、負けてなかったやっていうところとか多分結んだら出てくると思うので、そういうところを巻いてあげます。でてーん、ここら辺にね、ちょっと前みたいなバレットとかつけても可愛いと思います。あと、まあなんか飾りついてるゴムみたいなあると思うので、そういうので結ぶと後ろ姿もね可愛いと思います。できたよー、久しぶりに結んだわよん。はい、ということで今回はエリムスミーを使ってボブでできる巻き方とかを紹介したんですけど、本当に使いやすいんですよ。ユーザビリティにすごくこだわってるみたいで、こうアイロンにね、こう使い慣れてないよっていう初心者の方だったりとか、まあ、もちろん普段から巻いていてアイロンに慣れてるぜっていう方でも使いやすくなっているのでいいなって思いました。ほんとこのね、ワンタッチっていうか、すぐこうストレートにもなれるし、カールにもなれるしっていうのも本当にいいし、スチーム機能もついてるしみたいなのが本当にたくさんあるので、ぜひ皆さん使ってみてください。はい、ということで、本日はですね、秋のヘアアレンジを3パターン紹介したんですけど、まあ、結構ボブの方でもロングの方でもできる巻き方だったりとか
だったと思うので、ぜひこの動画を参考に、皆さんも巻いてみてください。で、オープニングの方に言ったそのバトルなんですけど、今回のこの動画の高評価数で勝者が決まるので、ぜひ皆さん高評価お願いします。忘れずに押してください。ということで、参考になったよっていう方は高評価、真似してみたくなったよっていう方も高評価、ゆうちゃん今日めっちゃ美人よくないって思った方も高評価お願いいたします。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もまた見てください。バイバーイ。